はい、こんにちは、海坊主です。今回の WRC10 なんですけど、ケニアですね。まあこちらのステージはね、9の頃はいい記憶が全くなかったっていうのもね、見にくかったんですよね。大変だけどね、10になってその見にくさが改善されてます。はい、ってことはね、10のクロアチアもね、11になったら改善するのかどうなのかって感じなんですけどね。はい、まあそれは個人的な理由ですね。それではね、早速アタック行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。はい、最初のステージはね、 7.73 キロ、まあ結構長めのステージとなっておりますね。で、今回使用する車はね、フォードフィエスタのサテライトチームの車ですね。これね、ずっとくだらないことですけど、気になって気になってしょうがないんですよね。多分コドラさんですよね、右側の人どこ見てんだろうっていうのがね、ずっと気になってました。はい、それではね、早速アタック行ってみましょう。はい、スタートしました。しかしね、ほんとだいぶ見やすさは改善されたと思います。9まではね、境目が分かりづらかったんですよね。その SS の、 コース上とコース上でないところの境目が分かんなくて、まあはみ出した時なんかにやたらめったらね、弾みまくったりとかガシャーンってなったりとか、まあ様々なことが起きてたんですけど、だいぶ改善されてね、その境目がくっきりなるようになりました。なのでね、おかげでね、外さないで走りやすくなった。だけどね、全体的に慣れてないんです。なんでかって言ったらね、9の頃は見えないんでね、ろくに走ってないんですよね。だからある意味新鮮な気持ちでね、走ってます同じような SS だったんですよね、確か。まあ、走ってないんでね、なんとなくのね、記憶しかないです。何回か走ったぐらいですね。それこそキャリアをやるのになんか若干イントネーションおかしかったですね。キャリアをやるのにね、走ったぐらいなんで、まあ9の頃のキャリアね、見てもらえればわかると思うんですよね。崩壊って書いてあったはずです。まあ本当にね、ろくに走れなかったんでね、ひどかったんですよ、本当に。だからそれに比べたらね、ほんと全然見るようになりました。何回か言ってますけど、これもほんといい改善の一つのうちの一つですね。10になったことにより、ちゃんとね、ケニアっていうステージをね、楽しめるようになりました。まあだからといってね、ノーミスでいけるかって言ったらいけないんですよね。だって経験がないもん、はい、まあでもね、それなりには走れたかなっていうレベルです。それなりにはねって感じで。で、こちらのフォードフィエスタ、まあサテライトチームの車ですけど、まあフィエスタっていうか本当に色が違うって感じ、価格だけですね。まあ残念ながらね、今年トヨタはね、サテライトチームみたいなやつはないんですよね。去年はね、2019年でね、ワークスを離れたラトバラ選手がね、2020年はまあ、サテライトチームとして、まあ、数戦に出場してましたよね、ラトバラレーシングっていうことで。だからね、俺が WRC9 でやってた頃の、まあ、最上級クラスでやってた車はそのラトバラモータースポーツっていうチームでね、やってましたけど、まあ今年はないんです。理由は簡単ですね。トミ・マキネン選手からね、トミ・マキネン代表からトヨタラリーチームの代表の座をね、譲り受けたって形でね、今年はラトバラ選手がもう代表となってやってるんですよね。まあ早なしが、多分ラトバラ選手がね、もう現役を辞めるっていう決断をしたんでしょうね。もともとね、多分そのトミ・マキネンさんをね、その上級職にやって、ラトバラ選手にね、代表をやってもらいたいみたいな感覚はあったと思うけど、やっぱりね、まだ現役にこだわりたかったのか、20年はね現役で走ってましたけど、21年はもう現役退いて代表職に就いたって形だと思うんですよね。分かんないですよ、分かんないですけど、憶測だけで喋ってますんでね、憶測だけで。でも改めて見るとすごいステージですよね、本当に。大平原の中のねステージって感じでね、本当にこれはこれで大変なんだろうなって感じです。特にね、アフリカなんてね、治安も安定しないんで、いろんな危険もあるだろうし、あんまり文明がないんでね、そのスタッフのね、泊まる場所とかもね、いろいろ手配するの大変なんでしょうね。
まあ都市部に移動してるんだろうけどね、そういう時は。まあラリーは過酷って感じですね。そう、こんなね路面が芳しくないのにこんだけスピード出るとああなるんですよそう、まあアフリカの大地とはいえね、こんだけ緑があるってことはね、雨季とかそんな時期なんでしょうかね。はい、最初の SS フィニッシュです。はい、まあ大転倒した影響とかもあるし、まあ総じてね、あんまりこのケニアよろしくないんですよね、相性が。順位の方がね877位でした。トップからはね1分9秒遅れてます。はい、次の SS はね 6.28 キロ。こちらの SS はね記憶に残ってますね。なんか柵沿いをねこうぐね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 走ってたイメージがあります。はい、それではねアタック行ってみましょう。はい、スタートです。そう、このケニアね結構長めなステージなんですけど、だけどね思ったより長く感じない理由、それはね多分平均速度がね意外と高いんですよね。トップスピード、6速でねもう限界まで出てますって区間が結構あったりするのでね。まあこのステージはね結構細かいターンも多いですけどね。でキャリアモードでいうとね、過酷条件っていうのがあるんですよね。トレーニングの一環みたいな感じで、まあそれをクリアすると経験値とかいっぱいもらえたりするんですけど、結構ねここら辺の区間がね過酷条件出てきたりしますよね。土砂降りなんかで夜でみたいな、で足回りも壊れててまともに走んねえ状況でゴールしろっていう、個人的にあれあんまり好きじゃないんですけどね。極端にね普通の動きしてくれないんでね。それにあんまりレベル上げる意味がない。なんでかって言ったらチーム移った瞬間にねそのレベル上げたのが意味なくなっちゃったんですよね。9の頃は10になってからどうだか分かんないけど、はい。でまあ若干ねコース外れてましたよね若干あのぐらい外れてる分にはね特に何もないですね。はい、ケニア名物のね広い区間ですね。どこ走ってもいいけどどこ走ったらいいんだよって感じ で場所によってはね変なジャンプの仕方してね、そのままゴロ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 って転がったりする場合もあるんでね、注意しなくちゃいけない。でこんだけスピード出た後にね直角ターンさせるとか鬼ですかみたいな、そんな感じですよね。でこの先ねまたちょっと広くなるんですけど、そう前はねこの広くなってもね出口が見渡らなかったんでね、そういう感じですると、まあ、比べるとやっぱり点見やすいですね。全部のステージがねこうやって見やすいといいんですけどね。はい、曲がりきれなかったですね。でこの後ね180度ターン、まあ狭いタイトターンのヘアピンでまたそのなんですかね、ちょっとごちゃごちゃしたところに入っていくって感じで、まあ難しいんですよね。でハンドルの手応えもあんまり好きではない手応えが返ってきます。ここからですね。でここからはもうずっと終始ねう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 ね曲がっていく感じですね。なんか柵沿いをずっと走っていくんですよね。何の柵なんだろうって思いますけどね。あれここから先は自然公園で管理されていてって密猟者を防ぐための柵みたいな感じなんですかねで何かしらのパイプラインですよね多分これは。はい、ほんとタイトターンが多いですね。あんまり全開できないんでね、こう個人的にはねあんまり好きではないエリアですね。ここはは、いここからですねその柵沿いを行くって感じ、本当何の柵だろうって感じですよね。これより先ジュラシックパークですみたいな感じなんですかねないない。はい、もう残りねあと少しってこところなんですけどね、ここら辺はねアンジュレーションもすごいですよね。ポン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 車が跳ねてしまいます。だからもう少しね車が跳ねないような足回りセッティングしとけばいいとは思うんですけどね。でも結構ねセッティングしても極端に出るんでね、なんかいじくればいじくるほど走りにくくなるんですよね。まあそこら辺はねもうちょっとちゃんと研究すればいいんでしょうけどね。
い、ゼロキロって感じですね、当たった瞬間に。はい、ここのねライトターン終わったらフィニッシュです。はい、順位の方はね相変わらずそんなに高くないですね。まあもともと高くないか、722位です。まあ後半セクションね、結局コントロール不能になってアクセル踏めてないし、まあ最後の方でねガシャーンとぶつかって0キロになってしまったんでね、そういうのとかも聞いてあれな感じですかね。だからちゃんとセッティングしないとねタイムは出なそうですね、ケニアは。はい、まあケニアの最後もねやっぱり周回コースって感じで 4.4 キロ、ちょっと長めな感じですかね。はい、それではねアタック行ってみましょう。3、2、1、レッツゴー。はい、スタートです。ここもね見にくかったの覚えてますね。そんなに緑がなかったんですよね確か。だから境目が分かんねえし、コーナーも分かんねえよってことでね、結構ね外側の山に突っ込んでた記憶があります。そう、やっぱりケニア全体的に見やすくなってますね。まあ開発元がね KT レーシング、まあどういったゲーム制作してるかって言ったらね、マントのねバイクのゲームだったりとか、あとはあの V ラリーってね、同じようなまあラリーだけではなくてね、いろいろなヒルクライムとかね、まあラリークロスなんかを題材としたようなゲームもあるんですけど、あっちのがね音としてはちゃんとしてるんですよね。いやいや同じ開発会社でしょって思ったんですけど、本当にこっちの方がゲーム新しいんだよねみたいな。まあ2023年からはねコードマスターズがね公式ゲームになるのでね、多分ダートラリー 2.0 の延長みたいな感じのゲームになると思うんですよね。まあそれはそれですごい楽しみですよね。ただその前にねダートラリーの次回作も出してくれよみたいな感じなんですけどね、間に1本挟んでくれると幸せになります。まあもしくはねもう開発が入ってるのかもしれないんですけどね、なんだかんだであと2年後の話ですからね。はい、とりあえずねもう2周目に入ってる感じですね。やっぱ1周が長いですね。で結構ね周回コースの割にはねスピードも伸びるんでね、走り応えがありますよね。まあ逆に言うとね急ブレーキをかけなくちゃいけない場所が何箇所かあるんでね、そこで突っ込みやすいかなっていうのもあります。でも周回コースの中では面白い方だと思いますよ、本当に5速全開ですから、もう6速にそろそろ入るよってところですから。でこういうステージだとねもう1台走ってるじゃないですか。あの車ね一時停止してみたらねすごい CG がすごい雑でびっくりしました。まあ確かにね綺麗にしたら重くなっちゃいますからね。しかしねこの WRC、 まあ次回作11だと思うんですけどね、来年はねハイブリッド化されるみたいなんでね、ってことは次の11の頃では、まあ、ハイブリッドの最高峰ラリーカーが使えるってことなんでしょうかね。それはそれで楽しみですよね。まあ、どういった感じのハイブリッドになるかですよね。あの F1 のオーバーテイクボタンみたいにね自分でボタンポチッと押すのかなっていう、もしくはねプログラムでちゃんと設定された通りに動くか、どっちかどうなんだろうって感じですけど。はい、ってことでね最終的に389位でした。まあトップからはね21秒遅れってことでね、まあこの最後のステージはねフラットな路面だったんでね走りやすかったんですよね。って考えるとやっぱり最初と2番目の SS セッティングしないとねタイム上げていくのは厳しいのかなって思います。はい、ってことでね今回はケニアでした。最後までご視聴ありがとうございました。